パンチに突如現れたインテリ集団、ギタリストのジェリー・ハリスに至ってはハーバード大学卒業の英語とフランス語を使い分けてね、2つの人格をね表現したんです。もうレイトショーのみでは異例のね1億円の興行収入を突破する、人種もジャンルも超えたね新しい時代を迎えるきっかけになった1枚なんです。ほんじゃまかクイズ。あ、そう、急に。ほんじゃまかのさ、石塚さんがイメージキャラクターやってる佐賀県。あそこでステージ衣装を購入していたミュージシャンは誰でしょう。あ、まあだからでかいと思う、ね。マジか。トーキングヘッズなんだ。正解はですね、トーキングヘッズのデビッド・バーンです。見てください、このサイズ。そうだな、そうだよね。あれ、佐賀県なんだ。世界的に見ても佐賀県にしかこのサイズはね、もう売ってないです。そう、アメリカとかの方が売ってそうだけどな。いやいや、もう世界で見ても佐賀県でしかないと思うよ。あ、予想ね。いずれに信じちゃった。佐賀県省からいい。千葉中心に展開して、ね。信じちゃったな、うん。そんなですね、デビッド・バーンが率いるトーキングヘッズが起こした革命について今日は紹介していきたいと思います。僕たちはですね、おませちゃんブラザーズというチャンネルで、悪い本田、矢崎、そして池田ビッグベイビーでございまーす。ということで最初。パンクシーンに突如現れたインテリ集団。そうなんだ。ということでですね、うん、まず、トーキングヘッズというバンド、はい、CBGB っていうですね、ニューヨークのパンクシーンのね、中心だったライブハウスから出てきたんですけどね、あの、ラモーンズとか、パティ・スミスとかがね、出身のライブハウスから出てきたんですけど、インテリパンクバンドとよく言われます。かっこいいなぁ。メンバーはですね、アメリカの超名門美術学校出身でですね、ギタリストのジェリー・ハリスに至ってはですね、アメリカのね、ハーバード大学卒業の超エリートです。マジ？ハーバードだ出てパンクやってんだってかっこよすぎるよな。しかもね、ベーシストはもう女性で、その時パンクシーンに女性がいること自体珍しい時代ですね、うんうん、70年代のこの時期のパンクといえばね、例えばロンドンでさ、セックスピストルズがさ、労働者階級の若者がね、仕事できない怒りとかをね、歌ってた時代にですよ。そんな時代なんだ、トーキングヘッズって。トーキングヘッズはですね、むしろね、ちょっと知的でね、シニカルなユーモアをね、パンクシーンにもたらしたんですね。それがパンクになる。まあ、いわゆるね、ニューウェーブを作った第一人者ですね。なるほどね。そういう音楽か。そうそうそう。なるほど、なるほど。うん。ニューウェーブかっこいいよなぁ。うん。で、まぁ、知的でシニカルってどういうことなんですか？まぁ、確かに。うん。例えばね、彼らの代表的な曲、サイコキラーはね、うん、二重人格のね、サイコな殺人者が自問自答するね、歌詞の曲なんだけど、それをね、表現するためにデビッド・バーンはどう歌ったかというとね、うん、英語とフランス語を使い分けてね、二つの人格をね、表現したんですね。すごい。英語ではね、遠くに逃げないとって言ってる一方で、フランス語ではね、サイコパスってなんだみたいな。ジュヌセパーツってんだ。知ってるフランス語言ったらいいか。他にもね、デビッド・バーンが初めて作ったラブソング、This Must Be The Place っていう曲だったりね。うん、これはね、あのもう、古代ギリシャのね、哲学者のね、愛に関する著書から引用したいと思いますよ。愛に関してものすごく知的な表現をしてるんですけれども、その一方でですね、初めてのラブソングですから、初めてのね、恋なんてそんな知性とかよりね、そうだよ。ぎこちなさとか初々しさが必要だよと。うん、そこでですね、あえてちょっとたどたどしい演奏をするために、うん、実はね、この曲はね、楽器のね、パートをね、シャッフルしてるんですよ。なるほど。だからそういう詩の面ではすごいいろんな角度からオマージュとかをね、取り入れてるのに、完成レベルをあえてちょっと下げるみたいなね。ちなみにですね、捧げた相手はですね、バニー・ラッツというですね、当時資生堂とかね、不二家の広告に出演してたね、元祖ハーフモデルなんです。へだから、リサ・ステックマイヤーとかのもう大先輩ですよ。それよりもさらに、そうか。うん。リサ・ステックマイヤーより、いやよりも前は。マリエとかより。リサ・ステックマイヤーはマリエの先輩じゃん。さらにその先輩ぐらい。すごいね。あんま聞かないね。うん。うん、ステックマイヤーって単語久々聞いたな。それ知性的でね、ちょっとシニカルにっていうね、アティテュードと世界観で活動してた彼らですから、うん、やっぱりね、ちょっと音楽通だけが聴いてるようなバンドだったんですよね。うん、そんな彼らが、音楽オタクのバンドから歴史的バンドに。おう。やっぱりね、彼らのね、コンサートを収めた映画が、彼らの存在を大きく変えることになります。その名も、Stop Making Sense。直訳すると、理屈で考えるな！
と直訳してくださいなストップメイキングセンスとすごい好きなあれ文なのに、メイキングセンスがね分かったみたいな意味だよね。それにストップつけてるかっこよさみたいなのもうちょっと表現してほしかったな。そっか、メイキングセンスをストップしろ。はい。でアート思考のさ、インテリ集団でさ、うん、悪く言うとちょっと頭でっかちみたいに見られてた彼らがですね、うんうん、強烈なメッセージですよ。うん、そうだね、うん。でね、この映画、もうね、タイトル通り、思考することをやめて、ひたすら体を動かす。もうものすごくエネルギッシュな作品になったんですよ。それまではさ、いや、トーキングヘッズなんて、インテリが作った、ちょっと鼻につく音楽やってる奴らなんて聞かねえよっていう層とかね。あ、まあ、でも超バカにされたろうね。だから、層がさ、出てきたところがさ、もうパンク畑の人じゃん。うん、そう、ほんとそうだよ、ね。余計にめちゃくちゃディスられただろうね。うん。やっぱ当時の映画とか見るとさ、そのハードコアパンクとか好きな奴らがやっぱ、トーキングヘッズのファンいじめたりとかさ、そういうシーンあったりするもんね。そういう層がね、この映画で一気に注目したんですよね。うん。さらにこの映画はね、日本のミニシアターの夜明けとも呼ばれててね、当時ミニシアターだったらさ、爆音上映で有名なあの吉祥寺のバウスシアターとかね、渋谷とか新宿でもさ、レイトショーだけだったんですよ、上映が。それにもね関わらず、上映前はもうね大行列ができて、一つのムーブメントになったんですよね。当時はそもそもね、日本で音楽映画は売れないっていうのがね結構常識になってた時代なんだけど、うん、そのねトーキングヘッズの熱気と臨場感で、結果的にですね、もうレイトショーのみでは異例のね1億円の興行収入を突破する。マジすごいなぁ。日本のもうねミニシアター映画史で見てももう盛り上がるきっかけになった作品なんですよ。ちなみにですね、この映画の監督をしたジョナサン・デミ、彼はねこの映画がきっかけで後にね羊たちの沈黙の映画化とかもね、うん、あの監督なの。そう、だからもう一世を風靡した監督なんですよ。いや、まだあの映画もね、やっぱり知的な人がちょっと逸脱する話だからね。うん、もともとそういうライブをしてた、うん。あのね、結構動くライブをしてた人たちだ。あ、もともとそう。で、それを映画に収めたらいいんじゃないかっていうのがね。で、ジョナサン・デミもね、映画界に残るね、すごい監督になったし、うん、トーキングヘッズもね、音楽だけじゃなくて、映画でもね、歴史に残るバンドになりましたと。はい、うん。じゃあね、実際どんな音楽やってるのっていう。確かに、そこだよ。うん。それを伝えて。そう、そこを伝えます、今から。はい。パンクを超えて、アフリカから、ヨネズ・ケンシまで。トーキングヘッズってね、本当に世界中からね、音楽的な要素とか文化をね、吸収してどんどん変化していったバンドなんですよ。うん、うん。まあね、実はこのね、スーツもね、日本の能の衣装をね、参考にして作ってたりとかね。だからダボダボにしてるの。そうそうそう。そしたら、佐賀弁がってことになっちゃう。佐賀弁が能を参考にしてるとなっちゃうけど、大丈夫まあね、実は合わせてね。じゃあ、能を求めて佐賀弁に行ったのよ。あ、全部、今能はあるね。そう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 。うん、ね、近いものを、はい、いいよ。はい。そしてですね、音楽的な部分、彼らが取り入れたね、めちゃくちゃでかい要素が、アフリカンビートなんですね。アフリカンビート、うん。それをね、ロックと融合させて、うん、それまでになかったね、パンク路線で新しい音楽を切り開いていったんですね。その中でもね、歴史的なアルバム、音楽的にね、彼らが頂点を極めたと言っても過言じゃない一枚。リメインインライト。出ました。はい。めちゃくちゃパロディされてるからな。そうだよね。ジャケットわかるよ。俺が入ってたサークルもこれのパロディの看板だったもん。みんなやんだよ、これ。人の顔ね、赤く塗ってね。それぐらいまあね、影響力のある一枚なんですけれども。それまでも、例えばアメリカだったらね、ジェームス・ブラウンがファンクやってたりとかしてたけど、白人がね、ロックの切り口からファンクミュージックやるっていうね、そういう人種もジャンルも超えたね、新しい時代を迎えるきっかけになった一枚なんですね。で、このアルバムね、例えば、日本でも、ヨネズ・ケンシさんがものすごく影響を受けたと公言してるんですね。だからもう、ヨネケンさんがもうそんな影響を受けた。日本のもう、J-POP にもすごい影響を受けた。ただですね、一方でこういう批判もあったんですね。有名なのがですね、ロッキー4の代表の渋谷陽一さん。はい。アフリカからね、リズムを取り入れて演奏する傍ら、サポートメンバーとして黒人を入れてね、ビートとかコーラスを任せるのは、白人の文化搾取で植民地主義的なんじゃないか。ちょっと的外れだと思うな、俺は。まあね、いろんな意見あると思うけど、まあ、白人がね、有色人種の文化を都合よく利用してるっていう、なんか、批判される事例ってたくさんあるけど、そういう批判もあった楽曲たち。今どういう評価をされてるのでしょう。このタイミングでですね、トーキングヘッズを紹介する一番の理由がもうこれです。アメリカンユートピア。これね、デビッド・バーンのね、ブロードウェイでのショーを記録した映画なんですけど、これがね、大絶賛されてます。
僕も見に行ったけど、すごかった。もうね、70歳近いね、デビッド・バーンが、ダンサーとね、踊って、トーキングヘッドの曲を歌って、もうとにかくね、これもね、エネルギーに満ち溢れた作品になってます。うん。そしてまあ40年前にね、批判もあったって言ったけど、まあむしろね、当時の楽曲でね、現代のアメリカの問題に切り込んでいくみたいなね、そのトーキングヘッズのね、その歌詞のなんか普遍性とか、包容力みたいなのも感じるしね、そもそもまあニューヨークのイメージ強いデビッド・バーンですけど、もともとはね、あのイギリスから移り住んできた人なんですよね。まあ移民的な目線でちょっと語られてたりとか、そしてですね、監督はスパイク・リー監督、ドゥ・ザ・ライト・シングとかね、ブラック・クランズマンとか、そのアメリカに生きる黒人を描くね、第一人者とも言える人物ですからね、そんな文化作詞家どうだったかなんてね、まあ見る前からもう答え分かってるような気がしますけどね、まあ本当にね、とにかく演奏がめちゃくちゃかっこよくて、コンサートやると演奏が完璧すぎて、撮った音を流してるんじゃないかって記者からいつも言われるんだよ。一人一人がね、前に出てね、その場で音鳴らしてるのを証明するんですよ。ああ、なるほどね。うん。で、その音がね、だんだん曲になってって、このリメインライトの1曲目、ボーン・アンダー・パンチーズの演奏になっていくっていうね。そう、めちゃくちゃ痺れた。一人ずつ前に出ていったらどう証明になるの？全部録音だったらどうすんの？それは、嘘だよね。そうだよね。うん。じゃあ謝ってもらっていい？録音だったら謝るよ、じゃあ俺。うん、わかった。うん。じゃあ信じるわ。うん。なんでそれ、トーキングヘッズが好きな人、アメリカの文化とか、今の問題とかね、そういうのに興味がある人はね、ぜひ見てみてください。本日も動画を最後までご視聴いただき、ありがとうございました。チャンネル登録よかったらお願いします。池田、今日のトーキングヘッズあるある。夏に日焼けしないように、あの、半袖の先にあの、ピチッとしたやつ、つけるの一番最初にやったの、ティナ・ウェイマス説。浮上。うちの、長い長い長い。お母さんもやってます。